パターン3つ目を、まあ、ちょっと短いサーブを2つ紹介したんで、はい、やっぱりこう長いロングサーブを展開を2つ、なるほど、出すのは横下回転でバックに長く、まあ、これは僕も試合でよくやられますけど、ここでこれですね、これ打たせてからのカウンターってやつですね、うん、なるほど、リレーでやってみます、ちょっとやってみますか、めっちゃ気持ちいい気持ちいいですね、もうこれはなるほど。基本待ち方はどういう感じなんですか。結構ちゃんとサーブが出れば、はい、やっぱバック側が多いかなっていう感じ。バックで起こしてくるか、フォアで起こしてくるかもあるけど、なんかちょっと甘いとね、取られたりもするから、まあいい感じで出れば、はいはい、こっち待ちで。あとは結構横下とかだとおおって突っついてくる。ああそうですね。いるけど、まあ、別に突っつきが来たら。ドライブで攻めればいいかっていうようなイメージ。じゃあもう待ち方はつつかせるというよりはもう打たせて、うん、とりあえず上げてくれればいいな。はい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 。でまあブロックであったり、はい、まあ、ちょっとフォアに飛ばす感じだったり、はい、ちょっと思い切って振ったり、うん、勝負どころは回り込むことが多い。あ、これドライブのまあ回転とかにもよると思うんですけど、そのカウンターの感覚触る場所、スイングのポイントみたいなのあるんですか。そうだね、カウンターの話だ、ね、はい、こうストレートをこっちに持っていきたいのですから、はい、かなり右上を、右上を触るぐらいのイメージで、おお、食い込ませるというか、へえ、食い込ませる、結構こう当たっちゃうと飛んでいっちゃう、めちゃくちゃ綺麗です。あとクロスに行くときは、はい、あんまりこう取ろうっていう感じではなくて、はいはいはい、まあ、結構シュートっぽいイメージですね。うわ、このなんかだとかなり左を、そうですね、触ってる、はい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 、でシュート、なるほど、結構こうすると当たっちゃう人が、はいはいはい、多いですね。でもそれでもちゃんとコスあーすごい結構広角に出る、はいはいはい、じゃあ最後のパターン、はい、お願いします。まあ、下回転の横下回転のサーブにして、はいはい、やっぱりこう短く返ってストップされることもあると思うので、やっぱりストップのボールを、まあ、いろんなレシーブがあると思うので、はいはいはい、いろんなことをしていきたいかなっていう。なるほど、まあ、一世さんといえばって感じですね。やっぱり短いボールストップしとけば大丈夫って思われるので、はいはいはい、結構ね、相手としては楽だから、はい、やっぱりそこで何か仕掛けるっていうのは必ず練習をしておいた方が、はいはい、うん、ちょっとじゃあやってみますか。行きましょう。はい。すごい。いや、うまいっす、やっぱり、まあ、伊勢さんといえば、内緒、はい、ちょっとくねくねして、くねくねなんですよね。
どうなんですか、やっぱストップを待つって感じなんですか。実際、まあ、その横下回転の最初に言った、まあ、突っつきがあるんで、あの、まあ、いきなり突っ込んじゃうとなんか、まあそうだね、はい、でも待つ時もある。まあでもやっぱ相手次第になってくるけど、はいはい、まあ、最初は結構長いの待つことの方が多い、はいはいはい、まあ、そんなにやっぱりね、だんだんレベルが上がってくると素直に突っついてくれる人っていうのはやっぱり少なくなるから、その、まあ、ストップ待ちしてた時と長いの待ちからストップが来た時でなんかやることっていうのはどう変わるとかありますか。でも例えばちょっと遅れて入っても、はい、一応何でもできると思うのね、はい、ちょっと遅れてもう一回止めに行くとか、はい、遅れたところをスッて流したりとか、はいはい、っていうのはできるから、はい、すごい感覚が悪い時はやっぱりこう短くしようとしてちょっと浮いちゃうとか、はいはい、そういうのがあるんだったらもう結構長めに突っつく。ああ、なるほど。逆に打ってもらってそれをカウンターカウンターカウンターに。とりあえず、まあ、打球点をしても低く返すと。あ、ってことはじゃあ待ってる時は、まあ、早めの打点でこう上からいけるみたいな感じで、うんうん、そうだね。なんか一つなんかこういうのが多いとか、モーションいいこと、うん、はいはいはい、ちょっと余裕ない時はそんなできないから、はいはいはい、長く低くっていうのを気をつけて。はいはい、なるほど。ちなみにこれ一世さんは例えば現役の時とかにこういう3球目までのパターンどのぐらい練習したものなんですか。やるもんどれぐらいだろうね。最初ってフットワークとか上回転系の練習が多いけど、高校の時はやっぱそれでもサーブ出して続いてもらってドライブをしてから何かのフットワークとか、あ、はいはいはい、なんか絶対サーブからとりあえず始めろっていう、あ、なるほど、とか、うん、とかレシーブからとか、はいはいはい、それフットワーク練習って言われてもサーブレシーブから絶対フットワークって、一本一本のフットワークするって言ってもサーブ出してバックドライブしてから一本一本とか。あ、そうか、僕うちの高校とはまだやっぱ違います、質が。それで練習の量が変わりますもんね、サーブレシーブからの、まあね、こうやってやるよりかはね、はい、なるほど。これはでも結構こう始めてる人多いと思うんで、うん、そうだね、ちょっと僕も踏まれてるんですけど、ぜひこれあの皆さん視聴者さんも参考にしていただけたら、かなり練習のまあ効率が良くなるというか、はい、ぜひやってみてください。やってみてください。すごいですね、3球目のまた4つ、とりあえず4つ、はい、教えていただきましたが、まあ、少しでもちょっと参考になったなという方は、高評価とまたチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。では終わりますか。終わりましょう。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。